つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。こんにちは、食と心のデザイナー、つぶつぶグランマ由美子です。目覚めていきたい女性に送るつぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。8月は夏目まつり子さんの新刊本、太らない人の秘密をベースに、食と心と体の本当の関係に迫ろうと思います。まつり子さん、よろしく。はい、今日もよろしくお願いします。はい、それではね、この太らない人の秘密、はい、タイトルが、はい、腸で考え、脳で感じて、はい、美力、美しい力、目覚める、はい、はい、ね、まつり子さん、すごい前も話したけど、うん、すっごいダイエット、うん、ちっちゃい時からというか、そう、幼少の頃からのダイエッターで、何度も何度もやった結果、うんうん、ね、本を見てみると、うん、なんか 体のメカニズム、うん、その本当にこう頭じゃなくて、うん、実体験から体と食べ物の関係っていうものを、うん、あるいはそれにまつわる心の関係っていうものを、うんうんうん、もう知ったんだよね。そう、もうずっと見つめ続けてきたから、なんかもう自分が人体実験の材料みたいな感じだったんだけど、あのダイエット本本当にハマって読みまくって、いろいろあれこれ試したんだけど、その通りに体がならないんだもん。あ、ならなかった、全然ならない、うんうん、だってものすごくこう低カロリーの食事をして、うん、炭水化物や脂肪はね、太るからダメだっていいから、うんうんうん、もうなるべく本当にギリギリまで食べないようにして、うんうん、でそれなのに、で運動とかもすごくしてね、これで消費カロリー稼ぐぞみたいな感じでね、うん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 、だけれども痩せないっていうか、うんうんうん、むしろじわじわじわって小太りしていったっていう、なんだ計算通りにいかないじゃんっていうのがね。1回目から、最初から、いや最初はね、あの人生最初のダイエットの最初の半年ぐらいは痩せるのね。あ、最初の半年痩せた、うん、思い通り、うん、そうそう、それまでだからちょっとこう、あの十分食べていた人限定なんだけど、やっぱりちょっとこう、体が、ちょっと痩せていくの、4、5キロぐらいかな、なんかスルスルスルって痩せていくんだけれども、半年ぐらいするとこう下げ止まりみたいに点、なんかね、こう底が来て、それ以上ね、どんなに食べなくても減らないし、食べてないのに増えていくみたいな、そういうね、になっちゃったんだ。そう、うん、でそれから、うん、じゃあこれは何なんだって。そう、でもすごい思ったんじゃないよね、最初の頃は。 それはもう私の体質が悪いんだと思って、最初は自分の体質が、うん、そうそうそう、この書いてある通りやったのに、うん、だから、ダイエット本が本当のこと書いてあるっていうふうにやっぱ疑ってなかったから、うんうん、それで、あの、まあね、世の中に出てる情報で、何歳、最初11歳で、あ、11歳だから真実だ、うん、世の中の情報は正しいと信じて、うん、それを一生懸命やって、うん、そうそうそう、結果が出ないのは、うん、私がおかしい、そう、私の体がおかしいんだみたいな、普通じゃない、そうって思っちゃった、思っちゃった、それだよね、うん、一番の罪悪ってね、うんうん、それで、うん、それで、だけどなんかこう油断してたのかな、あの好きなものを自由にちょっと食べた期間があって、そしたらその時に痩せちゃったっていうね。もういいやって、うん、どのぐらい経ってから、じゃあ それは、うん、あのもうね、何度も私同じ失敗を繰り返してるんだけど、最初の失敗はそういう11歳から12年間ぐらい、そういうね、なんかあのダイエットしても痩せないし逆に太っていくっていうのをこう続けて、私ってダメだわみたいなの続けて2年ぐらいやってた、やって、で13歳か4歳ぐらいの頃にちょっとこうなんか好きなもの食べ始めたら、もういいやみたいな、いいやみたいな、なんか油断しちゃったのね、うんうん、そしたらなんかスーって痩せちゃって、あれあれあれっていう間に、うん、全然効果ないのに続けてたんだ、それまで。そう、うん、結構そうなそうな、それでもこっちのダイエット、うん、あっちのダイエットってフリークしてたわけね、うんうん、そうしてたしてた、うんうん、だけどダイエットしてない時に逆に痩せちゃったっていうっていうことを経験した、経験した、なんだこりゃ、うん、だからじゃあ私はもしかしたら食べないと太る体質で、で食べると痩せるっていう、そういう体質に変わったのかなってその時は思ったのね。あ、
自分がいつの間にかそんな体質になっちゃったのかと思った。なんか特殊体質になっちゃったのかな私ってみたいに思っちゃったの。それででも、じゃあダイエットやめちゃったわけじゃないね、そこで、だからやっぱり人間って同じ失敗ってやっぱ何度か繰り返しちゃうのよね。それでなんかこう、あ痩せちゃったって思った時はいいんだけれども、せっかくやっぱりあのこう成長期とか女性はこうふっくらしてくるっていうのがあるじゃない、常に、じゃあ次はその割とまたふっくらしてくる時期になんかそれが嫌だって思っちゃった、そうそう、あやっぱりダイエットしないとダメなんだっていうふうに、そこでだからもういっぺんじゃ学習しないのね人間ってやっぱりまた同じパターンに そんな何でもやったのにまたやろうとした、すごいね、そっからもすごい長かったんだけど、もう10年ぐらいそれからもうねやってたの、やってた、でもそんなに効果がないのに、でもちょっとはあるわけだね、いやほとんどなかったんだけど、だからもう私の体質がもうおかしくなっちゃったんだと思って、でも科学は進歩してるからこんな私でも痩せさせてくれる方法がいつか巡り合えるに違いないっていうこもってひたすら特化引換やってた、そうそうそう、でも効果は出ない出ないけど、そんな方法がどこかにあるはずと探し続けた、すごい十何年、そうすごい ねもうまるでね、なんか理想の王子様が現れるのを待つなんかみたいにでもさ、それぐらいやったからこそ、絶対的に言えるよね、信頼できるよね、もうだからもう世の中のあらゆるダイエットについてもダメ出しをもういろんなもう言えるから私もうダイエット図鑑みたいになっちゃった。そうそう、だからみんな良かったでしょ、今から皆さん罠にはまらずに済む、こうこんな人なかなかいないなと思ってね、今回はちょっとね、太る太らないっていうのもあるけど、結局これって食べ物と体の関係だよね、結局マッティコさんの本って、こうダイエットって言ってるけど、基本的にあ体と食べ物と心ってこんな風につながってるんだよってことを言ってるんだよね、体と心と食 その三角関係っていうか、そう絶妙なね、もうダイナミックなね、なんかこう摂取カロリーマイナス消費カロリーみたいな、そういうこう計算じゃ測れないそれぞれが動いてる関係なんだよね。そう、それに気がついてった、でも最初にそこまでこう、ふとこれは私がおかしいんじゃないっていう風になったきっかけは何？それはやっぱり2度目 のもう20代になって社会人になった頃に、もうどんなにねこんだけやっても私はもうどうしても痩せられない体質なんだって言って、もうすごくじわじわともコロコロした体型にいつの間にか変わっちゃってたし、でなんか諦めちゃってて、でなんかこう好きなことをやる生活をちょっと数か 1、2ヶ月ちょっと続いた頃に、なんかこう周りから最近すごく痩せたって評判なんですけど、どんなダイエットやってるんですかって聞かれちゃって、あまた2度目の油断がそう、だから結局油断してた方が良かったってことよね、ダイエットなんて気にしない方がね、油断してるってことはリラックス、だからダイエットを気にしないでリラックスしてた時に、自分でも気がつかない間にスルスル痩せたっていう経験を2度目にまたしたってことだね。そう、だから食べたいものを制限しないである程度こう自由に、太るもの太らないものっていうそういうこうジャッジをしないである程度おいしく食べているとなんかこう痩せてしまうという、体に本来の力っていうか、でもその時に単にじゃあ食べていいんだじゃなくて、こうそれまでの経験をなんかちゃんと理解しようとして、この整合しようと したプロセスってどんな気分、ね、そっから探求が始まったんだけれども、何だったんだろう、なんかだからこう結局体がカロリー計算とかの通りに体は動かないっていうか、なんか摂取カロリーが少なくなればその分脂肪は減るだろうみたいにみんな思ってるじゃない、計算ね、でお医者さんもそう思って、指導したりしてる ね進めたりしてるけど、でも体はそうじゃない、体がね、なんかこう太りたいと思ってる時は何をやっても太るし、体が痩せたいと思ってる時はどんなことしてても痩せるんだみたいな、体が決めてるんだっていうことにだんだんもう何年かかかって気がついてきた、さすがに気がついた、気がついた、じゃあそのメカニズムを知りたいって思ったんだよね、そういろいろこう本調べたりとかしたけど、でも本じゃわからない、
うんうん、だから自分でこういろいろとこう推理していったっていうか、うん、じゃあいろいろな情報、うん、もう新しい情報もあったよね、 それまでと違うような、うん、ダイエットとは違う情報とかも結構あるんじゃない、うん、ご飯、自然食のこととか、なんかだから結局こう体自身に意思があるんだっていうことに最後は落ち着いたっていうか、あ、体に意思があるんだ、うんうん、体が決めてるんだっていう、うんうん、カロリー計算じゃなくて、一番最初の前書きの時のとこにね、うんうん、なんか体のこうすごく面白いなと、私がいつも言っていて面白いなと思ったのは、うんうん、体の持つ知性、うん、それをこう観察していくといいよみたいな、うん、素晴らしい言葉が書かれてるんだけど、あ、嬉しい体の持ってる体自体がもうその体がからちゃんと動くようなこうその人らしくなるような知性を持っていたのに、なんと11歳からガンガンとダイエットしてしまって、それをその知性を拒絶して生きてたんだよね。そうだからなんか体に任せるっていうことができなかったっていうか、あの計算で体はなんとか変えることができるって、多分世の中のダイエットってみんなそういう仕組みでできてるじゃない、うんうんうん、なんかコントロールして、うんうん、だけどなんで世の中のダイエットがみんなこうほとんどの人が失敗しちゃったりとか、なんか一度痩せたなと思ってもまた戻っちゃうとか、なんかなかなかもうあの思い通りにいかないっていう感じじゃない、うんうん、でそれはどうしてかっていうと体が意思を持ってるから、うんうんうん、だから外からコントロールしようとしてもその通りにならない。じゃあ体のその意思を知ろうとしたんだよね、うんうん、じゃあ体はどういう意思を持ってるのかっていうのがこの本には書かれてるんだよね、うんうん、そう、うん、そうそうそう、だから体も心もつながっていて、うんうん、で両方もリンクしてるっていうことも分かったし、うんうん、だけどそのメカニズムを割と誰にもでも分かりやすい感じで、うんまあ、でも自分が私も食のこととか今伝えたり、うん、未来食とか書いた時も結局自分が知りたかったんだよね、うん、自分がそのことを知らないままやってるって嫌だなと思って、うんうん、知りたい、自分が分かりたい、分かりたいと思うことを一生懸命こうやって分かったこと、分かった、分かると嬉しいし、うんうん、こう知ってると得だし、知らないともったいない、知らなくてね、うん、なんか地雷踏んじゃうみたいなのって悲しいから、うんうんうん、じゃあ伝えたいっていう感じでこうやってるんだけど、うん、なんかすごくその辺がねリンクする気が、なんか知りたがり屋さんなんだよね。そう、どこまでも知りたい、うんうん、あるいはこうなんて、ね、知識うなみにするんじゃなくて、うん、なんだろう、こう全体性とかメカニズム、うんうんうん、その骨というかその、うんうん、どういう仕組みになってんのみたいな、そんなのを知りたいってあるけど、すごくそこに共通性を、うん、感じて、結構だから発見したことが共通項がいっぱいあるから、うん、すごいこうね、うん、ね、面白いなと思ってるんだけど、うん、ね、由美子さんのご飯の力とかとも結構ね、なんかリンクするところが、リンクしてるところがいっぱいあってあるよね、うんうん、でそうやってやっていくうちに、うん、それまでのダイエットをやめちゃってで、うん、今もう全然ね、うん、スリムですよね。そう、そう、20代からでも20代の時のあのチャイナドレスみたいな、もうぴったりしてるのとかそのまままだ着れるから、あ、割と知った頃の、うんうんうん、チャイナドレスが今着れるという、うん、着れる。で今はもうダイエットなんて気持ちは全くなしに、うん、もう一切せず伸び伸びとこうやってる、うんうん、まあ、でも体の意思を聞くっていうか、なんかここがちょっと誤解されるとあれなんだけれども、あのダイエットしないって言ってもなんかこう目に入って、あ、美味しそうと思ったものを全部お腹に詰め込むとか、そういう意味じゃないよね。そうだよね、うん、じゃあそこはまた詳しく聞くに、うん、でこう体の持つ知性っていうものをよく観察して、で研究して、うんうん、あ、これはこういうことだな、これはこういうことだなって一個一個作っていった歴史があって、うん、その中で大事なことっていうのを、うんうん、こう一番にこう思ったのは何、こうさっき言った体は、うんうん、その、うん、あ、なんか書いてあったね、物じゃない、そうそうそう、物じゃないっていうようなことを言ってた、うんうんうん、そうだから今のダイエット、そのカロリー計算とかそういうのがなんであの現実通りにうまくいかない、現実ではうまくいかないかっていうと、そういうダイエットの考え方って、あの体をね、なんか意思のない止まったガラス容器みたいな、うんうん、こう物体扱いしているから、うんうんうん、だからその通りなんないんだって、もうそれが結論、究極の、うん、体は物じゃない、物じゃない、うんうん、だって体自体に意思があるんだもん、うんうん、
ということを、うん、ダイエットだから分かった、うん、で体自体の生きる意志みたいな、うん、自分はこうしたいぞみたいな意志がある、うん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 、じゃあそれを素直に聞ける、うん、でもずっと聞かないでくると聞けないよね、うんうんうん、もうちょっと勘が鈍っちゃってね、うんうん、でそれで私今聞いてて思ったんだけど、うん、あのサイクルってあるじゃないこの、うん、じゃあ、うん、究極ねまず太ることが悪いかっていうところがあると思うんだよね、うん、だからまず、うん、太るイコール悪いっていう、うん、じゃあどのぐらいを太ってるといいどのぐらい太らないっていうかっていうのがこう思うんだけど、うんうん、例えば人間ってその、うんなんていうの、うん、子供とか育ててると分かると思うけど、うんうん、突然こう成長期にちょっと伸びる前ってブクッとか太らない、うん、あるあるある、うん、それでピュッてタケノコみたいに一回グーって横に広がってなるんじゃない、うん、でこれって自然じゃんだから この横太りがないとさ成長しないわけじゃない、うんうんうんそうための時期がねための時期があるでしょ、うん、そうなんでそれともう一つはさ女性がこう、うん、ちょっとこう、うん、なんていうの女性らしくなる時期っていうか、うん、大人の体になる時 の時に、うん、やっぱり体の中にこうふわっといろいろねこうクッションっていうかこう、ねうん、受け身の力があるような基本基礎力作るためにまろやかになるためにぐーっとこう一回太る時期があるじゃん、うんうん、思春期太りってねでもそれってさ、うん、必要でしょ必要なの必要なのそれ抑えちゃまずいじゃん、うん、そう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 なのだから体は あえて脂肪を溜め込む必要がある時期っていうのもあるのよねそうだからそれをね、うん、みんなにねこう、うん、知らせたいなと思っていてでもね、うん、今回もう時間になっちゃったんで、うん、じゃあこんだけのダイエットとの中からこう、うん、発見した、うん、本当に太らない人の秘密というよりも、うん、本当に本来の美しさ、うん、体のこう、うん安らぎと美しさをこう実現するこうための体のと心とね食のメカニズムの書いたこの本、うんはい、じゃあ次回はその辺のちょっとこう体自体がどういう仕組みでどんな時にどんな行動をするのかっていうのをちょっと教えてもらおうかな、うん、体の意思をよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はありがとうございましたありがとうございましたのつぶつぶニュースつぶつぶグランマ由美子講師による次回未来食セミナー新1は9月7日日曜日初開催地仙台ですまた由美子公認の新1講師つぶつぶマザーたちによる未来食セミナー新1は全国各地で開催していますピンときた日程場所でぜひ受けてくださいね未来食セミナー新1詳細とお申し込みはつぶつぶホームページへ